名古屋市営地下鉄名高線。名高線は愛知県名古屋市中区の金山駅から同市港区の名古屋港駅を結ぶ名古屋市営地下鉄の路線の愛称。正式名称は名古屋市高速度鉄道第2号線であり名港線の愛称が付けられているのはその一部である。ラインカラーは紫、藤色地に白の一本線。駅ナンバリングで用いられる路線記号はい、e、い。 すべての駅でマナコなどの交通系 IC カード全国総合利用サービス対応カードが使用できる。東海旅客鉄道 JR 東海や名鉄などのターミナル駅である金山駅と名古屋港を結ぶ路線である。金山駅では前述各線のほか、地下鉄名城線の坂へ大曽根方面に直通して名古屋市中心部を結んでいる。 名古屋市営地下鉄の路線で唯一、港区を通っている。名古屋港駅から順に見ると、ガーデン区等に隣接した同駅から国道154号下を北上する。築地口駅手前で名港工場、旧名港車庫への引き込み線が分岐する。その後は、江川線下を日比野駅まで北上する。ただし、港区役所駅付近では、港北運河をくぐるところで、 一部港区役所の敷地下を経由する。日比野駅からは金山駅へ直線的に向かうルートとなり、名古屋市中央卸売市場本場の敷地下を経由し、堀川をくぐって名鉄 JR 東海の各金山駅を抜け、金山駅に至る。この日比野金山間のごく一部で中川区を通る。金山駅では新玉橋駅方面からの名城線と合流する。 接近メロディは、名古屋港方面が、ハッピータイム、金山方面が海である。2020年度稼働予定で、順次各駅に、稼働式ホーム作が設置される予定である。基本的な運行は、名城線に直通し、名古屋港駅、大曽根駅間となっている。朝夕のラッシュ時は、名城線の大曽根駅等との直通運転も多く、ある。そのため、 各駅の時刻表及び発車表には、名城線右回りや、名古屋ドーム前、八田の行き先表示も設定されている。また、早朝と夜間は、名古屋港駅金山駅間での折り返し運転となる、車両の片幕の行き先表示は、金山、名城線金山乗り換えが、この場合、金山駅での堺駅、大曽根駅方面への名城線の乗り換えが配慮、されている。 最終の金山駅は、堺駅、大曽根駅方面の列車には、接続図新玉橋駅行きの列車にのみ接続する。線内折り返し運転を行う時間帯では、金山駅に終着した名港線電車は、金山駅の東別院寄りの引き乗線に入った後、おおむね金山駅1番線に到着する、名城線左回り電車に合わせて2番線に、同時入線する、対面乗り換え。 名古屋ドームにて、中日ドラゴンズの試合や各種イベントが行われる際は、通常大曽根駅止まりの列車も、名古屋ドーム前、八田駅まで臨時に延長運行される。また、毎年海の日に開催される港祭り花火大会などの多客時は、金山名古屋交換に臨時列車が運行される。なお、名城工場が存在していた2004年までは、港祭りの日に限り、 名古屋高発市役所駅行きの臨時増発列車も運転されていた。同工場への引っ込み線を利用して折り返していたので、同工場が閉鎖されてからは運行されていない。また、正月三が日は2011年まで名城線方面の列車を増発するため、昼間時は金山名古屋交換の折り返し運転となっていたが、2012年以降は通常の土曜、 休日ダイヤで運転されることになった。大晦日から元旦にかけては、終電後に終夜運転を行う30分間隔、明港線内を理解し、2003年大晦日までは20分間隔、2008年大晦日までは25分間隔だった。運転間隔は平日、休日問わず、昼間時間帯で10分ごととなっている。 以前は昼間時間帯で8分間隔で運転されていたが、市営交通事業中期経営健全化計画、平成14年度平成17年度に基づき、2004年の名城線環状部開業に合わせて10分間隔に改められ、減便となった。なお、基本的に地下鉄は台風による影響を受けないが、名港線は台風接近時に、 高潮が警戒される場合、運転見合わせや、名城線との直通が中止になることがある。なお、平成21年台風第18号が来た際は、高潮による被害が出る恐れがあったため、始発から運転を見合わせた。当線は、もともと1961年、昭和36年の都市交通審議会名古屋部会、東進において、2号線、大曽根名古屋港として計画され、 1971年、昭和46年3月29日、当時すでに市役所駅金山駅で完成していた、名城線の南方への延伸部分として開業した。当初の構想では、当時の日本国有鉄道東輪行線に並行して、高架式で築地口までの路線を建設する計画だったが、東海道新幹線の開通や、沿線の市街地化が進んで、 用地買収が困難となったことから、現在の名古屋市道江川線の地下を通る路線に変更された。この区間は、歴史的には伊勢湾の浅瀬を干拓したところであるため、浸水対策として各駅の出入り口を周囲より高くしたほか、防水扉も設置されている。当線の着工に伴い、区間が重複することになる。 名古屋市電の築港線の一部、築地口名古屋交換と、野立築地口線、日比野築地口間が、1969年、昭和44年2月20日に廃止された。開業時は、堺駅、大曽根駅方面のほぼ2本に1本が乗り入れ、1974年、昭和49年の4号線金山駅、新玉橋駅間の一部開業により、早朝、 夜間及び、正月の昼間は、金山駅名古屋港駅間での折り返し、それ以外の時間帯では、新玉橋駅方面と分け合うという運行形態となった。1989年、平成元年の世界デザイン博覧会開催時には、メイン会場となった白鳥会場、現在の名古屋国際会議場の最寄り駅となった、日比野駅や名古屋港会場の最寄り駅となった。 名古屋港駅が改めされたほか、新型2000系車両が導入されるなど、設備の更新がなされ、当線はデザイン運搬の各会場を結ぶ役割を担った。金山駅名古屋港駅間は従来、金山駅北と合わせて、名城線の愛称で呼ばれていたが、2004年、平成16年10月6日、4号線の名古屋大学駅新玉橋駅間が開通して、 感情運転が開始されるのに合わせ、改めて道路線の愛称が公募され、金山駅名古屋公営機関については名港線と解消された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。